はい回始めます8月11日日曜日、入ったところですね、はい、うんと台風がやってくるとか言ってるんですけどね本当にやってくるんでしょうかということでまあやってくると思いますよ、なんか、うん、台風がね宮城県に上陸するっていうね本当に珍しいパターンなんですけど台風が迫ってますということで、まあ、そんなに規模が大きいね、あのー、勢力の大きい台風じゃないみたいなんで、ねあので、ー、まあまあまあ、まあ、ただ雨は。 うん、相当降りそうな台風ですねこれねうん南日本新聞社からですねこれちょっとした事件っていうかなんていうかトラブルっていうかですかね、うんえー、手に持った包丁を数回突き出し男性切りつけるっていうことでね51歳の女を傷害罪で起訴鹿児島地検逮捕送検時は殺人,み殺人未遂容疑だったとっいうことでね鹿児島地検は9日までに鹿児島県 鹿児島県内の60代男性を包丁で切りつけて殺害しようとしたとして疑いで逮捕送検された愛らしいねこれ難しいんだよね漢字ね愛らしいこれ覚えた愛らしいの施設作業員の女51歳を傷害の罪で、えー、鹿児島地検に起訴したとあ鹿児島地裁に起訴したと八日付うん。 によるとこの51歳の女の被告ね、うん、7月19日午前1時13分から1時25分ぐらいまでの間の12分ぐらいの間午前ですよ午前1時ね13分ぐらいから12分ぐらいの間この男性被害に遭われた60歳代の男性方で手に持った包丁を 数回突き出して右腕などを切りつけ全治2週間の怪我をさせた疑い怪我を負わせたと鹿児島県警によると被告とこの51歳の女性と60代男性には面識があるとで男性が同日119番通報し姶良署が殺人未遂の疑いで逮捕したということを書いてますと。うん まあそれだけの話なんですけどこれ私なんで選んだんだろうこれこれこれだけの話だよこれんで選んだんだろうこれ全然状況詳しく載ってないこのね51歳の女と60歳代の男がまあ恋愛関係にあるのか夫婦関係なのかあのうんなんていうのかなあの 席は入れてなないけど内縁関係なのかとかとねそういうのも載ってないしまあでもこの男性のお宅でだもんね午前1時ですよ深夜いるってことはまあまあまあ知人名識があるって書いてあるけどどういう関係なのか書いてないってあと夜中包丁を数回突き出して右腕などに切りつけて2週間の怪我を負わせたとなってるけどもまあちょっとした。 まあこれ男女間のやっぱトラブルなんだろうね男女間のうん,なん詳しいこと何にも載ってないけど私なんかこれ選んでんだな私ねこれ喋ること選ぶ時何らかうん理由があって選んでるんだけど分かんないね私これ何で選んだかこれは何か喋るれって言われても何にも分かんないものまあ言えることはね あの包丁出さないことですよ刃物ねこれ出しちゃったらこういうことありうるからあと私なんか包丁を持ってねうんまあ人に向けたことないけどね刃物持ってないけどなかなか刺せないけどね腕とかでも足とかでもうんこれ手に持つことはできるけどで脅すことはできるけど刺すとなるとまた別の話だからねこれ実際刺すとかね ましてや殺すとかね、うん、10センチ十何センチね思いっきり刺してっていうことはできないな、うんまあ、普通そうだと思うけど普通みんなそうだと思うけどこの女の人刺してっからね怖いよね、うん、あの男女の揉め事っていうのはちょっとこう熱くなるからね、うん、我を失うみたいなことあるんじゃないのかな、うん で女性ねヒステリックになる場があるから結構あの本当に女性はねカーッと来た時、うん、勢いすごいから、うん、あのまあまあまあこんなん女,女性は女性は言うとまた怒られるけどね、まあ、男もそうだけどね男もカーッと来ると止められないっていう人たくさんいるけどねあの血が上ってね、うん、恐ろしくなっちゃうっていう私はねあんまり我を失うってことはないんですよよく演技はするけどね怒った演技はよくするけど。 あのー、我を見失うぐらい怒ったことって私ほとんどないね人生で大体、うん、常に冷静、うん、本当に我を失ったってことはまずないね1回ぐらいしかないんじゃないかなはいあのー、うんということですよあのね男女とかの揉め事まあ男女の揉め事も私あんまりないけどねほとんど、うん、あるかあるか奥さんとよく喧嘩するもんな すさまじい、すあまあまあ刃物は出さないことにしましょうよ、ね、刃物はやばいって、ね、何が起こるか分かんないからはいということでちょっと言うことなかったんですけどねあの51歳の女性が刃物で60歳代の男性、ね、あの面識のある男性をな腕数回刺したとうん包丁数回突き出して右腕など切りつけたってことでね傷害罪で 起訴されたという話しましたね。刃物を持ち出さないようにしましょうチャンネル登録高評価お願いします失礼します